大場です。大場ランチャンネルへようこそ。今日はこのチャンネルの収益化についてお話をしたいと思います。8月末に登録者数1000人を超えることができまして、今2ヶ月半以上経っています。1000人超えて登録者数の増え方が変わるよなんていうね話を以前聞いたことがあるんですけれども、今2ヶ月半経ってやっと100人上乗せされたぐらいな感じで、今までとねそんなに変わらないペースで、おかげさまで増え続けている感じですね。 YouTube で収益化をするためには2つ条件があります。1つが登録者数1000人、そしてもう1つが総再生時間4000時間以上。この2つの条件をクリアすると YouTube パートナープログラムというプログラムにサインアップすることができて、そこから収益が発生するということで、私の場合はですね、総再生時間の4000時間っていうのは結構早い段階でもう過ぎていたんですね。だいたい400人ぐらいかな。でもこの1000人を、ね、達成するのに、2年以上かかったということなんですよね。なので今は1000人超えた時点で収益化の条件をクリアしたということで、今は収益化できている状態なんですね。以前から動画を見ていただいている方々はね、広告が入るのに気づいたと思います。収益化される以前もですね、 Google はルールを変えて収益化していないチャンネルにも広告を入れるっていうね、そういうことをしてきたんですけれども、収益化するようになってからはですね、特に8分以上の動画にはミッドロール広告っていうね、この動画を見てる途中にボンとね入る広告っていうのがね増えたかと思います。見てる方にとっては邪魔ですよね。私も YouTube 視聴するときにこう広告が出てくるとね、もう早くスキップできないかなみたいな感じでね、邪魔には思うときはあるんですけれども、これはね何卒このチャンネルをサポートするという意味でも、ご理解いただいて、5秒後にねこうスキップできますので、それねスキップしていただいて続きもご覧になっていただければなと思います。他のチャンネルには行かないでください。そして肝心な収益はどれぐらいなんだという話ですよね。おい大場と、お前いくらもらっとんだと Google から。そうですよね、現在1110人ぐらいですね。で動画の再生数でいくと、靴関連、シューズ関連の動画は1000を超えるぐらいいただいて、でそれ以外の動画は300、400、500、それぐらいの数を安定して出すことができているのかなということで、そんな感じのこのチャンネル、一体いくら収益が出ているのかということで発表します。この2ヶ月ちょっとで私がいただいた収益、0ドルです。というのも、収益というのはアメリカの Google のルールなんですけれども、100ドルを超えてからじゃないともらえないということなんですね。なのでまだもらえていないんですね。もらえていない収益とか広告料なんかの細かい情報っていうのは公開してはダメだというルールがありますので言えないんですけれども、今はいくらもいただいていないということだけは言えます。だからね、これどんどん溜まっていって100ドルに達した時点でこうドーンとね100ドルいただけるのか、よくわからないんですけども、実際ね、このペースでいくと100ドルを超えるのはいつになるのかなっていう話で、楽しくねやっているので、数字はねあんまり気にしていないと言いながらも、ちょっとねいただけたら嬉しいななんて思います。ぜひ私の動画を見ていただいてですね、ご紹介いただいて、BGM を作ってくれている私の息子にですね、おだちんぐらいあげられるように応援ぜひよろしくお願いいたします。あとはね、この収益化できたことでスーパーチャット、スパチャですか、なんかね投げ銭機能があるみたいで、収益化するとねそれができるっていう風に聞いていたんですけれども、多分ボタンがね多分あると思うんですけども、1回もいただいたこともありませんし使ったこともないのでわからないんですけれども、私にどうやら投げ銭ができるようです。よかったらねぜひ投げ銭をしてみてください。自分でやってみようかな、今度ね。できるのかな自分で。なかなかね時差もあったりしてライブ配信はやりたいんですけれどもね、なかなかできる状況じゃないんですが、
もうちょっとねチャンネルが大きくなったらやらせてもらおうかななんて思っています。まあそれがいつになるのかという話ですけれどもね、まあ、どんどんこれからも1000人2000人と増えていけるようなチャンネルにしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いつも皆さんの優しい温かいコメント本当に励みになっていますし、私も楽しんで返信させてもらってます。これからもコメント高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、それでは。